ビビ沼津は静岡県沼津市の沼津駅北口に隣接する地上4階の複合商業施設である。この施設は沼津市内で初めて本格的なシネマコンプレックスを施設内に設けたことで市民に親しまれている。店内には1階の飲食店やコンビニエンスストアを含む各種小売店舗をはじめとしていくつかのアミューズメント施設が入っている。敷地はもともと 沼津駅北口の旧国鉄沼津機関区は土地に作られたキラメッセ沼津を含む周辺商業地や沼津駅利用者に対して提供されていた有料駐車場であった。なお、完成後の施設内には1フロア〇〇を使用した駐車場が設置されている。ビルの運営は大和ハウス工業グループの大和リースが行っている。静岡県内には他にビビフジエダがあるほか。 静岡県外には、ビビ、仙台駅東口、ビビ福岡、ビビ二条などの系列施設がある。しかし、2019年10月4日、同じ沼津市内に、ララポート沼津がオープンしたことが、客足が流れ、脅威にさらされている。1階は、フードサービス、2階は、全面駐車場、3階は、アミューズメント施設、4階は、シネマコンプレックスとなっている。 飲食店はいずれもテーマが明確に定められており、単なる料理を提供するレストランから一歩進んで、おのおの小粒ながらもフードテーマパークを意識した作りとなっており、内装面で調度品に凝っている店も多いほか、店舗によってはテイクアウトにも対応している。1階には屋外42台、屋内13台、2階は屋内89台の 百1 4 4台が収容できる。30分150円となっているが、これは周辺地域の立体駐車場、ピコ21と同じで、その他のコイン駐車場ともおおむね同レベルないし2割程度高めの金額設定である。2階部分はほぼ全面が駐車場となっていて、直接エスカレーターやエレベーターのあるホールに続く出入り口につながっており、雨天や強風などでも、 ほぼ天候に煩わされずに空調の効いた施設内に出入りできる。施設内のゲームセンターはメーカー直営ではないため沼津駅南口に集中して存在するメーカー直営ゲームセンターにはないゲーム台も設置されている。またドンゲームセンターはフロア半分をメダルゲームやプライズゲームにはリフっており単なるゲーマー主体のゲームセンターではなく家族連れにも対応している。 特に、ラブライブ、スクールアイドルフェスティバル、アフタースクールアクティビティ、ネクストステージは、ラブライブ、サンシャインの舞台である、沼津市に所在するゲームセンターであることから、サテライト筐体を9台導入しており、かなり力が入っている。その一方で複合カフェは、沼津駅近辺では、数少ない24時間営業となっており、従来は深夜帯の娯楽スポットが、 居酒屋やバーキャバレーの類がメインだった沼津駅北口の新しいスポットとなっていたが2019年3月31日に閉店した8スクリーン全席指定総入れ替え方式のシネマコンプレックスまた沼津駅北口近辺では唯一の映画館沼津駅南口には古くからジョイランド沼津が存在するが内装や座席 音響機器、スクリーンは必要に応じて更新されているものの、近隣の駐車場が少ない、旧式のエレベーターで狭い、人気作品レートショーでは、海岸もひどく混雑するなど、周辺インフラの不足や、設備の旧体化が目立つため、市内や近隣地域の映画ファンなどが、ゆったり映画が見られる、映画館として利用している。ただし、料金割引サービスは、 ジョイランド沼津の方が充実していていたが、アイマックスやヨンデラックスを導入した、シネマサンシャインララポート沼津という強力なライバルが、出現した。2019年に公開された、ラブライブ、サンシャイン、ザスクールアイドルムービーオーバーザレインボーは、本作の舞台が沼津である関係から、地方では、異例と言えるチェーンマスターとして上映された。ありがとうございます。